失礼しました。これはですね、スウェーデンのストックホルムの絵です。スウェーデンから来た、先ほど大橋さんからご紹介ありましたように、スウェーデンで生まれた、環境教育の、考え方ということになりますので、スウェーデンの絵を使わせていただきました。スウェーデンという国、ご存知だと思いますが、こういうふうな形をしております。バルト海がありまして、バルト海に面しています。で、大西洋の方側は、ノルウェーということになります。そして、もう少し北の方、フィンランドというところがございます。今日来ていただいています、トルビオンさんはですね、かなり、北の方、フィンランドに近い、このあたりですね。戻りましたね。覚えてしまいました。このあたりです。このあれ、北極圏ですね。にも近い、ところから来ていただきました。北の方の町で、このナチュラルステップの考え方に基づいて街づくりを立ち上げて成功させてきた方で、スウェーデンでも実力のある実践家と言った方がいいと思います。そういう事態をですね、いくつも経験していただいていますので、今日は私の話よりもですね、トルビオンさんの話を持って帰っていただきたいというふうに思っています。スウェーデンという国、もうご存知だと思いますけど、先ほどお話ししていると、福祉はすごいですねとか、環境は先進国ですねというような話もお聞きしましたが、人口はですね、900万ほどです。ちょうど大阪府が、880万ちょっとですから、およそですね、大阪府の人口ぐらいの人たちが、1.2 倍の国土のに住んでいるというふうに思っていただいたらと思います。それで、スウェーデンという国はご存知のように、中立国でしたので、第一次大戦も第二次大戦も参戦はしておりません。そういうふうな、特徴がございます。で、福祉で、成功をして、環境にも力を入れてきたという、国です。それと私も向こうに行かせていただいて、自治体の皆さんとお話をしている中で感じるんですけど、290ぐらいの自治体があります。その中でですね、地方でできること、財源と権限はですね、地方に分権されているということが強みだなというふうに思いました。私も議員を、地方の議員をですね、毎月いただいてたんですけど、やはりもう少し地方に力が欲しいなという気がしておりました。この考えですね、今から皆さんと共有したい、と思っています考えは、スウェーデンのカール・ヘンリク・ロベールというがんのですね、お医者さんが、最初に論文を書きました。それに、筆をですね、21回も手を入れたとあれは言ってましたけど、そのように、何年もそれを書き直して、完成させた、コンセンサスです。科学者の皆さんのコンセンサスということになります。こういうふうな方々が、世界から集まって会議をしたりしています。私の妹が真ん中にいまして、その隣は国王ですね。フランス、それからカナダ、イギリス、アフリカですとか、
プラニュースとかっていうふうなところから、国にもこの考え方が広まっています。まあ、このような広がりを見せています。企業ではこのように、企業さんと一緒に、戦略をですね、立てていくお手伝いをしています。はい、これからです。これから皆さんと、この考え方について基づいて私を聞いていただきたいと思います。で、今の現在の社会っていうのは、このようにですね、ロートと言いますけども、先が狭まっていくという考え方です。で、どうしてかということなんですけど、圧力、社会に対してに対する、いろんな、条件がですね、厳しい状況があります。そこに書いていますように、人口増加ですね、人口増加というのは、ますます世界の人口がですね、増えていく。で、森林の有効な森林の面積っていうようなものから、漁業資源、ですとか、いろんなものが、狭まっていく要因になっているという考えです。で、それをですね、将来にわたって、持続可能にしていこうということなわけですね。で、今その持続可能でないと言いましたのは、多くの資源を、先進国と呼ばれている、我々の含めるですね、国々が、大部分の資源を使って、その上の方にですね、太っていますけども、国が太っています。で、貧しいっていうか、これから、ニーズをですね、満たしていかなければいけない国々が、細ってしまっているというふうな図式に今の社会はなっているということです。で、私たちが、望んでいるものはどうなのかということなんですけど、私たちは無尽蔵にあるというふうにですね、考えているものは実はそうではないと思うわけです。で、私たちの暮らしが自然環境に与える影響というのもですね、今真剣に考えなければならない問題があります。今見ていただいているようにですね、地球温暖化の問題、あってはオゾンホールの問題ですとか、いろんな問題が山積しています。温暖化の問題は、いろんな気候変動をもたらしている原因に、なっているというふうに言われています。かつては、地球というのは我々が生活しているのに何の影響も与えないだろうというふうに考えていました。しかしそうではないということが、分かるようになってきました。そして、今から20年前ですね、リオで、ありました、環境会議ですね、の時に皆さんが180の国々の皆さんが、共通してですね、アジェンダ21というのをですね、調印しました。で、その中に気候変動ですとか生物の多様性ですとか、いろんな、ことを約束をしました。ちょうど今年20年ですから、6月にその会議が、反省を含めてですね、会議があるわけですけど、そういうふうに、地球規模のそういう環境問題をみんなで考えていこうというふうに、なっています。これは先ほど言ったようにロードになっていって、でそれをですね、これから改めていって、それをまた広げていこうということなわけです。で、それぞれのポジションで専門的な、ポジションですね、それは必要です。必要ですし、我々が日常やっていることでもあるわけですけど、でも
見方として全体を、見通すという考え方、これは持っていなければいけないと思います。日本の中でも、木を見てですね、森を知らない、森は知ってるけども木はことは分からないというようなことがあります。両方大事だというふうに思います。で、我々は大きなそういう、グローバルな、考え方を持って、成功した姿を思い描きながら、ことを進めていこうということです。で、また後で言いますけども、地球がですね、生命維持装置のようにですね、維持システムがあるということを、覚えておかないといけないと思います。はい、太陽があって、植物が、あります。そして私たち動物がそれを食べて依存していますね。そしてそれは分解されてまた土に戻っていって、それが栄養となってまた植物が大きくなっていくという循環があります。で、物質というのは聞いてなくならないわけですけど、それはぐるぐる循環を地球の上でですねしています。そして、もう一つですね、循環が、大きな循環があるというふうに思うわけです。でそれはどういうと循環かというとですね、火山が爆発したり地殻変動があったりするとですね、地球の中にある、地殻の中にあるものが表面に出てきます。でそれもですね、何百年何千年のうちには、循環で、土の中に収まっていきます。ですけども、私たちはですね、暮らしの中で地殻の中にある物質、化石燃料と呼ばれているようなものですね、を取り出して私たち の社会の中で使っています。でそれがどんどん加速して、膨らんでいくと、その掘り出してきたものがですね、地球上の上にですね、ばらまかれていくという状況です。まあそれもやがては地球の下に沈んでいくんじゃないか、重い物質は沈みますからね、でいうふうに思われるかもしれませんけども、そのスピードがですね、長いサイクルじゃなくて短い、私たちはどんどん加速度的に使っていくとですね、それはますます増えていくということになります。で、持続可能な定義と書いていますけど、今日はですね、この4つのこと、を皆さんと一緒に、共有したいと思います。でこの持続可能な社会を、作っていくために、今まで、申しましたことをですね、持続可能な社会に向けて考えていくのに、この4つの条件をもとに考えていこうということです。でまず1つ目は、先ほど言いましたように、自然の維持装置ですね、維持システムの中に、近くから掘り出してきたものを、増やしていかないという努力をしましょうということですね。もう1つは2つ目、私たちは社会の中でそういう資源を加工します。加工して、いろんな化学物質を作っていきますね、そういうふうなものも、地上に、拡散していかないということです。で、3つ目は、これは生物の多様性とも言いますけども、自然を劣化させないということです。まあこう有効な農地をですね、狭めていったら漁業資源を
を狭めていったり取り放題やっていくとですね、それは狭まっていくに違いありません。それからこれは自然に対する私たちが覚えておかなければいけない3つの条件なんですが、今度は社会の中で私たちが、それを奪い合ったり、取り合ったりですね、不平等に、分配が行われていると、それは、いろんな、障害になります。戦争になったりですね、いろんな、争奪戦になったりします。社会自体も考えていかなければいけません。それが4つ目です。もう一度ちょっと復習なんですけど、知覚の中から、掘り出してきたものをですね、どんどん地上に拡散しないというのが一番目ですね。重金属、重いものは過去の時代に、知覚の中に閉じ込められています。でそれを、私たちは今使っているということですね、地上で。でそれがために、地球がですね温暖化しているというふうに言われています。これは北極のですけども、年々氷が溶けていっている。重金属を重いものが下の方に沈んでいます。で、ありふれたものとですね、私たちが日常使っているありふれたものとそうではなく稀なものとがあります。で稀なものは私たちの細胞に受け付けないものです。私たちの細胞を傷つけたりします。そういうものはですね、私たちに馴染まないものというふうに考えていいと思います。そういうものが、地上で使われていくとですね、それは、溶けてなくなってしまうわけではなく、それは拡散されていきます。ですから、資源というのは絶対使ってはいけませんということじゃなくてですね、そういうことがあるから、今ですね、リサイクルをしたりリユースをしたりっていうふうにですね、考えていくわけです。ゼロエミッションもそういう中で生まれてきた考え方ですね。2つ目、これは化学物質のことです。で私たちが、いろんな活動をします。その中で、加工をしたり、いろいろそれを使っていきますね。便利なものです。便利なものですから、それをやめるというのはですね、なかなか難しい。でもそれを減らしていくとか、何回も使うとか、もう一度再加工するとかですね、いろんな方法を今、考えていくわけです。で、長くですね、持続可能なような社会に向けて、それを使っていこうというのが、3R ですとか、ゼロエミッションとか言われているものになっていくわけですね。化学物質を増やしていくと、私たちの体の中にも溜まっていきます。これはお母さんの母乳の中に含まれていると言われている化学物質、こんなにたくさんのものが、もうすでに、あると言われています。で、3つ目は自然との、共生とも言えるものですね。それを劣化させていく、使い果たしていくっていうことは私たちの、将来に対する可能性を狭めてしまうということになるわけです。4つ目は、社会の中で公平にという資源分配ですね、のことを言っています。ちょっと皆さんの、まあ、個人個人でいいんですけど、これから、今鳥宮さんがこれについて詳しく後で、話をしてくれます。マックス・ニーフという人が考えた、9つの、こういうふうなニーズ、私たちの生きていくためにですね、必要なものという、ものですね、挙げていますが、
皆さんはも考えておいてください。今私たちは目の前のことしか考えられないかもしれませんし、実際に、これからニーズを満たそうとするしたいというふうに考えている人たちは多くの人が世界中にはいるというです、ね。その資源の争奪戦なんか起こります、ね、戦争が起こって環境破壊が起こります。で、自然の恵みと言われているものもですね、劣化していきます。で、悪い方向に、悪循環が起こってしまいますね。そういうことは持続可能な社会、とは言えません。私たちはとかく起こっている現象、今起こっている現象について、フォーカスして、います。しかし実際はですね、元のところで、解決をしていかなければいけないということです。例えば PCB が問題になるとですね、それを、フォーカスします。ダイオキシンが、という話になるとそこにフォーカスをします。ではその元をですね、正せば、一番最初に言いましたシステム条件の、1とか2とかですね、そういうところに、なっていきます。でそのことを解決をしないで、目先、そのフォーカスしたところだけを解決すれば問題解決するというふうに思わないで、元のところを考えていきましょうということです。左の方はですね、今言いましたように目先のことにとらわれて、解決をしていくというように、考えていきますとですね、あっち行ったりこっち行ったりというふうに、ぶれてしまいます。で、目標はですね、ビジョンは何だったのかということが分からなくなって迷走をします。で、会社でも自体でもそうかもしれませんけど、そういう投資は無駄だったなということになりかねません。ですから最初に右のように、目標を先にみんなで話し合ってですね、ビジョンを作りましょう。で、その中で次今から、何ができるのかというステップバイステップですね、今年はこういうふうにしていこう、来年はこうしよう、5年にはこれにしようというふうにですね、迫っていく対策戦略を練っていくという方法です。で、ナショナルステップが言ってるガッキャスティング、大事な考え方なんですけど、この方法ですね、今日は皆さんと一緒に、ワークショップでもですね使ってやっていただきたいというふうに思います。ちょっと急いで申し訳なかったんですが、基本的な考え方はこういうふうなものですということです。もうすでにですね、私たちは人生の中で、そういうふうなバックキャスティングをですねすることがありますね。自分は今20代の方は40、50になった時にこういうふうにありたいというふうなことを目標を決めるわけです。そしてそれに向かって、行くわけですね。でも途中で何かが起こるかも分かりません。その時ですね、もう一回立ち返って、こういうふうなことに、照らし合わせて、もう一度チェンジ、ギアチェンジですか、をして、思い出して、やっていくという、立て直していく、そのための、羅針盤、コンパスに、これを使うということなわけです。実は昨日ですね、トルビオさんと、竹野先生と小澤君とですね、松島に、行こうとしました。目標は松島というところのですね、景色のきれいなところなのでということで車に乗って行きました。で、小澤君が、
ナビでですね、検索をしました。で、目標、これで言えばですね、ビジョンは、ビジョンの行き先はその、松島だったわけですね。でも途中でですね、交通事故があったそうで、渋滞というかに巻き込まれました。で、途中でインターでですね、全部全員降ろされました。で、今度は下の道へ行きます。で、下の道を時間をかけて行くんですけども、ビジョンはそうなんですね、松島へ行くべしなんです。検索をまたかけ直します。チェンジをして、目標を設定し直します。で、そういうふうにしてですね、人生も同じ、こういう企業も時代もですね、同じだと思います。で、そういうふうなことが起こった時にですね、ぜひこれを思い出してほしいと思います。で、例えば楽社ですね、彼らの会社はですね、オゾンホールに穴が開いたので、フロンを使うのはやめようという大きな、転換期が来ました。で、その時ですね、大体フロンにするのか、それもダメなら何かに変えようというふうな転換期が来ました。で、その時ですね、このナチュラルステップの考え方をもとにしてノンフロンを開発しました。その時行き当たりばったりで左の方のやり方でいきますとですね、フロンがダメなら代替フロンのでいいじゃないかっていうラインを作ってしまえば、それについてですね、10年15年とラインを動かさなきゃいけない。でも、もう少しはっきりと目標を掴んでいれば、もっと苦労はするかもしれませんけど、それを通り越したまっすぐな目標ですね、に沿っていくことができたという事例があります。そのようにですね、今私たち今、大きな日本の転換期でもあると思います。で、皆さんもとんでもないことが、3.11 で起こったわけです。で、こういう時に、使っていただきたい羅針盤、コンパスがこの考え方だろうと思います。で、それを皆さんと共有してですね、ナチュラルの中に、ぜひ落とし込んで、生かしていっていただきたいというふうに思います。はい、このバッキャスティングですね、これから具体的に、もう少し詳しくトレビアンさんの話がありますので重複を避けたいと思いますが、これはぜひ覚えて、書いていただきたいというふうに思います。はい、じゃあ私の話は今に進めていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。高見さん、ありがとうございました。それではですね、続きましてトリビオン・ダーティさんのお話をお聞きしたいと思いますけれども、高見さんのお話にもありましたように、トリビオンさんはスウェーデンのさらに北の方に生まれ育った方だそうです。弱っている自治体を60いくつと聞きますけれども、元気にしてきたというそういった実績をお持ちの方なんですけれども、今は国内だけではなくて、外国からもですね、トリビオンさんの考えるところによる、元気づくり、町づくりというものをぜひ聞きたいというお呼びなんかもかかっているやに、聞いております。肩書きは環境コンサルタントといってよろしいんでしょうかね、高見さん。はい、トリビオンさん、というご紹介でいいでしょうかね。はい、じゃあ少しだけスタンバイに時間がかかっているようですが、皆さんのところにこういう紙をお配りしていますので、こちら
ではメモ代わりに使ってください。最後まで使っていただければと思います。カラーになってない方もいらっしゃいます。すみません、資料が不足しててモノクロでコピーをしたものも渡ってるかと思いますが、足からずご了承ください。じゃあよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。 Thank you very much. I have been... Can you hear me? 皆さん皆さん聞こえますよね。トルビョンさんの声が聞こえたらちょっと聞こえますって手を挙げていただけますか。よろしいですか。 OK, thank you. I have been here for a few days and I must say that it has been overwhelming, shocking and inspiring. I met a lot of both strength and determination in this part, and it gives me hope for the future.And I will express my gratitude to all the organization that have invited me here. Thank you. 皆様こんにちは。数日前からこちらに参っていろいろなところを見せていただいているんですけれども、いろいろな意味で非常に大きな衝撃も受け、またいろいろ考えさせられ、そして同時に力づけられた、そういう経験でありました。多くの方々が多くのところで非常に力強く、また強い決意を持って活動されている様子を見まして、本当に私も勇気をいただきました。そういったことも含めまして、本日こういった機会をいただきましたことに、その主催者および関係者の皆様に対して心よりお礼申し上げます。 And I will try to pay respect for my interpreter to this day so I don't go too fast.で本日は通訳を通したお話申し上げますけれども、あまり早くとか長くとかしゃべるなというふうに釘を刺されておりますので、そういうふうに気をつけたいと思います。The most important thing with this day is the interaction between us. So I hope that we can, independent of the language problem, have this kind of interaction.本日のポイントはですね、一方的に私の方からお話申し上げることではなく、相互に対話をしてインタラクションをするということでありますので、言葉という壁はなくはありませんけれども、それを乗り越えて、ぜひいろいろなやり取りをさせていただきたいと思います。So even if we as organizers for the day have a plan, it doesn't matter. It depends on what the interaction will guide us to in the end.そういう意味では一応本日の計画プランというものはあるんですけれども、その皆様とのやり取りを通じてその流れに沿ってぜひ行きたいというふうに考えております。 So I will also be very open. I have a few slides, but you feel free to answer questions and I will open to you. I know that there are so many requests, so it's better that we can have a dialogue.であと私の方もですので、そういう意味で発表用のスライドも用意しておりますけれども、こういうことがもっと聞きたいとか何かご意見とかがあったらどんどん聞かせていただいて、いろいろリクエストもおありかと思いますので、なるべくそういったことに対応させていただくように進めたいと思っております。 You can see my former platform here and I'm representing these three organizationsで、ちょっとスライドが皆様のところから見づらいかもしれませんけれども、一応私3つ肩書きを持っておりまして、その3つの肩書きがここのスライドのところに出ております。 I don't need to go deeper into that. We can take it later for anyone that's interested. ご興味のある方はご覧くださいっていうレベルで構いません。 But I will tell the story about when I met Karl-Henrik Robert 22 years ago.ですがですね、22年前に、彼にロバエルに初めて会った時の話をちょっと申し上げたいと思います。We had a conference in Sweden that I was responsible for in 1990. それはですね、1990年に私が主催者のフォアに入っていた会議があった時のことなんですけれども。It was called the Ecological Future Society. I can say it directly.で会議の題名はですね、エコロジカルな将来の世界、将来の社会、すなわち生態学的に優しい、そういった将来の社会を考えるという場でありました。This conference became the breakthrough for the whole, you could say, sustainable ideas in Sweden.
で、まさにスウェーデンで、その持続可能性ということが、根付く大きなきっかけになった、そういった場でありました。I got in the end a group of municipalities that was interested in starting up eco municipalities. で、その時はですね、その、エコ自治体となろうというような、関心を持った、いくつかの自治体がその場に集まってきていました。で、私は、そういったところの仕事をしていたわけです。But there were lots of other initiatives that was taken after this conference. でもそれだけではなく、この会議をきっかけにさまざまな動きが実は起こりました。And maybe the most important of this was that my network of working with me up in the first eco municipality. で、そのうちの一つで多分、重要性として非常に大きかったと思うのが、私も関わったその初のエコ自治体というものができたということになります。I came in contact with the Natural Step and the Natural Steps network.で、そっちのそのネットワークがあって、それからそのナチュラルステップのネットワークがあったのが、つながったのがここであったと。I used to say that this was the marriage between the eco-municipality movement and the natural step. この時にすなわちエコ自治体のという動きと、それからナチュラルステップが、いわば結婚をしたというような機会だったんじゃないかと思います。But then you also understand that the eco-municipality movement has a longer history than the natural step has.でも実はですね、エコ自治体の動き自体は、そのナチュラルステップよりももっと前からずっと脈々と続いてきた流れというものがございます。And that goes back to 1983, and I was part of that old history. So I would tell the story about the, you know what a bumblebee is? Yes, thank you. で、実はその1983年というところに、そのエコ自治体の歴史の方はその遡りまして、私もそこに関わってきまして、その時にですね、マルハナバチと呼ばれた、エコ自治体が出てきたわけです。You know that the story about the bumblebee, in theory it shouldn't fly, but the bumblebee doesn't care about that, it just flies.で、マルハナバチが何かっていう話なんですけれども、マルハナバチというのは、科学的に科学者が研究すると、いくつでは飛ぶはずがない蜂だそうなんです。それなのに、とにかく飛んでうろうとしているわけです。で、そのエコ自治体の世界での、そのマルハナバチがその最初のエコ自治体となった私のふるさとのオーベルトーネオというところでございます。Which happens to be my home municipality. 私はそこの出身なんです。I became the project leader of a so-called future project 1983 up in Arizona. で、そのオーベルトーネアというところで、1983年にフューチャープロジェクト、将来に向けたプロジェクトというのが始まったときに、私はそこのプロジェクトリーダーでした。So I moved back home with my family.で、実は私、その時はふるさとを離れていたんですけれども、それを機に家族を連れてふるさとに戻りました。I met a home municipality in deep depression. で、その時にはですね、そのふるさとはどういう状態だったかと言いますと、ものすごく不調なというか、非常に大変な状況にありました。The municipality had lost around 40% of all inhabitants during a 20-year period.で、20年間、それまでの20年間の間に、人口が 40% 減少してしまっていました。The unemployment was very high. 失業率も非常に高くなっていました。And more important, people have lost the idea of the future, the belief in the future, the trust in the future.で、もっと大きなポイントとしては、そこに残っている人たちは、もう将来を信じなくなっていた、将来のことを考えられなくなっている、そういう状況でありました。 So it was in this situation I was supposed to be the project leader of a so-called future project. で、そういった、もう誰もが将来なんか考えない、信じないというところに、将来プロジェクトのプロジェクトリーダーとして私は呼び戻されたわけです。Just to give you an idea of the spirit at that time, I will tell a story about it. その当時のことをお伝えするために一つお話を申し上げますと、After a couple of years, we had started up a youth project, and with the first meeting, we invited people in the village to be part of it.
で、あのですね、実はその2年ぐらいかけたユースプロジェクトという若者のプロジェクトがあったんですけれども、その最初の会合を開くときに、こういった関係者を呼んだわけです。呼んで会合を開きました。When I had done my presentation, older gentleman arrived. で、私の方から少し説明のプレゼンテーションをしましたら、あるご年配の男性が立ち上がりました。I hope to live in 3 years more to see the project go to hell. で、その人がですね、ぜひ私はあと3年生きて、このプロジェクトが地獄に落ちるのを見てやりたいと。This was a spirit, as I said, where I was supposed to somewhere inspire and give hope to people. 私は本当はそこに行って、そこの地元に希望をもたらしてみんなにインスピレーションをと思っていた、その時に受ける側のムードはそんなムードだったんです。And believe me, I learned a lot from this process. もちろんそのプロセスを通じて私も多くのことを学びました。But this was my home district. And this was also a big difference that I learned later when I've been working with other municipalities. でも何しろここは私のふるさとであったというのが一つ大きな要素でありました。後々私もいろいろな他の自治体と関わるようになるわけですけれども、やっぱりここが一つ大きな違いだったなというのは後になってよくわかりました。Among my own people, I can yell, I can be angry, I can shout at that, to them and so on.いわば自分のふるさとで自分のいわばその仲間というか同郷なので、その人たちに対しては例えば腹が立ったある時には怒鳴ったり切れたりとか、そういうことができるわけです。 If I did it with you, you would throw me in the ocean immediately. 例えば私がここに来て同じことをやったら、多分すぐ海の中にもう投げ込まれてっていう感じになりますよね。 You can never be process leader as I call it in other places than your own home district.やっぱりその自分のふるさと、その自分が属するところでないところで先陣を切ってプロジェクトリーダーになって引っ張っていくという、あるいはそのプロセスリーダーになって引っ張っていくというのはできないというふうに私は考えています。 What I did was somewhere to tell people that no one up there will help you. It's up to us to see that we can take the future in our own hands.で、私がとにかくまずその戻ったふるさとでみんなに伝えなければいけなかったのは、誰もよそから助けてはくれないよと、自分たちの将来を自分たちの手に取り戻して作っていくのは自分たちしかできないよと、そういうことでした。And that's the main idea by becoming an eco municipality, to take the future in your own hands.でまさにエコ自治体になるというのはそういう考え方です。すなわち将来を自らの手にして、自らの手で切り開いていくということです。 What we did during a few years was to mobilize everyone in the community. で、その後何年かかかって手掛けたのは、とにかくそのコミュニティにいる全員を活用する、全員を参画させるという、動員というのと同じ言葉になりますけれども、英語で言いますとそういうプロセスです。We had study circles, as we call them, all around in every village. 例えば、すべてのその村にですね、study circle、勉強会のようなものを組織してまいりました。Where we discussed the future, what kind of future we wanted to have. 例えば、その勉強会のような形で集まって、どんな将来が欲しいのか、どんな将来にしたいのか、お話し合う。And since we have a culture in among my people, where we live very close with them and with nature. で、その私がそのふるさとのあたり、特にスウェーデンではですね、その文化的にもともと自然と近く暮らしているという土地がありました。The idea emerged about having some kind of an eco-municipality approach in the area.で、そういった背景もありまして、そのエコ自治体、その環境配慮型の自治体的な考え方がそういうプロセスの中からまとまってきました。 And that's why we got an award in the middle of the 1980s, because we had started up a process that no one could explain. で、その時にはですね、その結局我々が始めたプロセスというのは、そのなかなか誰も説明できないという新しいものであったわけです。それが認められてきました。
You are talking about ideas like ecological society, cooperation, informal economy, and so on. で、その当時に例えばエコロジカルな生態学的にもエコロジーにも優しいような社会ですとか、あるいは一緒にいろいろやっていくとか、協調するとか、あるいは、とかインフォーマル経済というような言葉をもその頃から使ってやっていました。What the establishment saw, even if they didn't understand the way of working that we had, was the result in terms of new jobs, new firms, and a growing economy. 外から見ていると、あるいは従来型のいわゆるエスタブリッシュメントと呼ばれている人たちは、そういう理屈はとか考え方は必ずしもすぐに理解してくれたわけではなかったんですけれども、じゃあなんでそれが目を引いて我々のその活動が評価されたかと言いますと、結果を出したからです。具体的には雇用ができた、企業、新しいそのビジネスとか新しい企業ができてきた、そして新しい形の経済の形が実際に発展したというのが見えたからです。 That's why we got the award, and that's why the man who gave us the award called us a bumblebee.He didn't understand, but he saw us flying. で、そういったこともあって認められて賞までいただきました。でその賞をくださった方がその賞をくださるときにそのオベルトーネアというところのその活動はまさに丸花町のようだと、科学的に説明できないし自分にも分からない、でもちゃんと飛んでいるというふうに表現されたのです。 If we go from 1985 to 1992 and what happened in Rio, the United Nations Rio Conference,でそれが80年代半ば85年の話で、その後今度時をちょっと早回ししまして1992年 のリオの地球サミットに話を移したいと思います。 If you read the Agenda 21 document and what's standing about local communities and their responsibility。 でそこで出てきたアジェンダ21とアジェンダ21というのがありまして、そこでじゃあその地元のコミュニティ、ローカルコミュニティの責任ということが書いてあります。それを読んでみてください。When I saw this, I saw directly, I could have taken it directly from our own ecological document. 読みますとですね、なんだこれは私たちがやってきたそのエコ自治体そのまま取ったんじゃないかと、そういう内容になってました。Every municipality all around the world was supposed to work as the bumblebee was doing. つまり世界中のすべての自治体に対して丸花鉢のようなことをやりなさいというようなメッセージがそこには入っていたわけです。And for me, it was the evidence of that the bumblebee actually had changed the world.それは私的に解釈すると、マルハナバチが世界を変えたんだと、そういう一つの証拠だというふうに受け取れました。What I want you to understand is the, also the understanding that what you are doing have actually impact on other parts of the land. Can work as rings on the water have influence of so much bigger than you even can think?でそれとなぞらえて皆様方にお伝えしたいのは、皆様方がなさっていること、あるいはこれからやることが、世界の他のところにもいろんな形で影響を及ぼしうると、場合によっては世界を変えていくと、そういった存在になりうるんだということをぜひ考えていただきたいと思います。So what's happening here and what you are doing is not only something for you, it has importance for us in the Swedish.ですので皆様方が今なさっていることはもちろん皆様方に直接関わるわけですけれども、それは実は例えば私のようなスウェーデンにいる人間にも実はつながってくる可能性が十分にあるんです。 And the good thing is that you are not alone. It's actually an international global network nowadays that we're talking.しかもですね、皆さんも逆に言うと、皆様方は孤立した存在ではなくて、世界に仲間がいる、世界にそういったそのコミュニティがつながっている、もうすでにそういった国際的なネットワークができてますので、そういったところの仲間が皆様方にもいるんだというふうにもお考えいただきたいと思います。It was tougher for Evertona when we were alone.オーベルトーネアで始めたときにはですね、最初は一人だったので、それは大変でした。But nevertheless, we need bumblebees all over the world. でもやはり世界各地にたくさんの丸花鉢が生まれるということが必要だと思っています。
I will also thank you, Yutaka, for his presentations. I know Japanese so good nowadays, so I could understand what he was saying even without any translation.あとはですね、先ほどあの高見さんの方からあの最初 の, あの発表をしていただきまして、あの高見さんありがとうございました。最近私にちょっと日本語が分かるようになってきたので、通訳なしで何言ったか一理分かりました。Nevertheless, I will now go in and try to explain a little bit more about how I look at the Marcus step, and I will present what I did in my presentation the other day, what I call the sustainable arena.では言いますけれども、一応私の方からも私なりにナチュラルステップをどういうふうに考えているのかということをご説明したいと思います。で、別のところでもこういう発表をしたんですけれども、その持続可能性ということに絡めて、そういった視点でちょっとご説明してみたいと思います。Before I dig a little bit deeper into the back costing method.その後ですね、バックキャスティングについてももう少し突っ込んでご説明したいと思います。I have no clock and I don't know what the time is, but I will look at your eyes when you are a bit tired, we will have a break sooner or later. で、実は私時計を持っていなくて時間を把握してないんですけれども、作戦としては皆様方の目を見て疲れたなって様子が見えたら休憩を取ろうと、そういうふうに考えております。Oh, there. Thank you very much. ありましたね。時計は。And then after the break, we'll open up for questions. But I prefer to answer questions than showing lots of case studies from wherever it is. It's better to know what you want to have.で、なんとなくその休憩ぐらいのところをきっかけにして、その後は質疑応答という形にしたいと思います。で、私の考え方としては、一方的にこっちからこんなケースがあるよ、あんなケースがあるよというお話をするよりは、皆様方がどういうところに関心があるのかをお聞きしながら、お答えする形でご説明できればというふうに思っています。 In the return, we put up an objective goal for the municipality as an municipality.では先ほどの私のふるさと そのオーベルトーニャ、トーニオの話に戻りますけれども、まずはですね、その自治体として将来どういうふうになりたいのかという目標設定をいたしました。When we were talking about the win-win-win relationship between three systems.で、その時に考えたのは、よくウィンウィンの関係というふうに言われますけれども、それを3つにしてウィンウィンウィンという3つのシステムを全てにとっていいような形をというふうに考えました。 Nature, society, human being。 で、その3つ そのシステム、あるいは K というのは何かと言いますと、自然、社会、それから人間という3つです。 So I have developed the next step concept a little bit to...to work with these three systems, because in practice, you need to work with these three systems. で、要するにそのナチュラルステップのプロセスをちょっと加工してというか、手を加えて、で、実際にやっぱり物事をやっていくときには、その3つのレベルのそのシステムを考えないといけないので、それに当てはめてみたわけです。So, we are talking about the big macro system called the ecosystem.で、一番大きなそのマクロな系、あるいはシステムとしては、その生態系、自然と言われているものがあります。And we are talking about the individual, the human being, himself, the micro system. 一方、一番真ん中のその一番ミクロなシステムとして、人間という存在があります。If you are an economist, you could translate, I'm an economist, by the way, or, so I could talk about the macro economy and the micro economy.で、実は私も経済学を勉強したんですけれども、経済なんかをやりますと、マクロ経済、ミクロ経済という話をしますよね。And in the new sustainable economic paradigm, I guess this is what we're going to talk about. で、今度はその持続可能な経済という、サステナブルエコノミーというパラダイムを考えるときも、やはりそのミクロとマクロと両方を考える必要があるんですけれども、それの枠組みをここに示してあります。And between these two systems, we have the very confusing thing called society. で、ところがそのミクロとその人間とマクロの自然、あるいは生態系というところの間に、ちょっと話のややこしい、ごちゃごちゃした存在として、社会というものがあります。
But what's important to understand is that the ecosystem and the human being, the microsystem and the macrosystem is real. で、ポイントとしてはそのエコシステムとするその外側にあるマクロな系自然というもの、それから真ん中にあるその人間というものは実際に存在する現実のものです。While the society is a construction. ところがその間にある社会というものは後から作ったものです。 Based on laws made of human being. これは例えば人間が作った法律とか規則とかにのっとって作られたものです。Why the laws behind the ecosystem and the human beings is natural laws that you can't have impacts on. You can learn from them, you can learn about them, but you can't change them. ところがですね、その生態系という、あるいは人間という、その自然の存在というのは、自然の法則に従っていて、自然の法、自然の決まりというのは変えられないわけです。So I'm using this matrix as some kind of aExplanation for what the sustainable arena is about. じゃあその持続可能なその領域、持続可能な形でものを進めていくのにどうすればいいかというのを考えるときに、私はこういうこの縦横の表構造を使って考えます。さあどなたかお貸してくださいますか。ないですか。いやこれも違う。使えなくて。電池が入ってる。Nevertheless, we are working on five levels. The first level is about how the system works. The second level is about the relationship between the systems. で、ここでは5段階で物事を左縦にあるんですけれども、1番はそのそれぞれのシステム、経営がどういうふうな、どういう仕組みで、動くかということ。で、2番目のレベルというのは、それぞれの経営がどういうふうにお互いにつながっているか、あるいは相互に作用を及ぼすかというレベルを考えます。If we know these two levels, we can build up strategies and activities and also have tools for how to measure what we are doing. で、その2つをしっかり捉えることができれば、戦略を立てて、あるいはどういったその活動が必要かということを考え、かつその進み具合とかちゃんとうまくいっているのかということをその評価したり測るための指標を考えるということができます。それがさらに下の3、4、5の段階です。Okay. As I said, after on the first level, the ecosystem is ruled by its natural laws.で、この横にですね、それぞれ のシステムというか経が書いてあるんですけれども、先ほど申し上げましたけれども、この生態系エコシステムというところは自然の法則が支配する世界です。 The human being has its fundamental needs. 人間はどうなのかと言いますと、人間にはその人間の基本的なニーズというものがあって、それに動かされています。And those fundamental needs are the same, independent of time and space. これはその人というものにまつわるその 時代とかあるいは場所とかそういったことに関わらず共通するものです。We can learn about these needs, so we understand ourselves much better.でこの人間の基本的なニーズというものが分かれば、その自分たちのことをよりよく理解することにもつながるわけです。なんかスウェーデン人にはできないものがあるんでしょうか。regarding the rules for the society. でじゃあその社会というところを見ると、we know that no.Culture, no civilizations whatsoever has lasted for a longer time. ところがですね、その社会というものを考えて、その時の社会のルールというのがそれぞれあるんですけれども、例えばどっかの特定の文化とか、どっかの特定の文明を考えても、永遠にとか長いこと続いたものはありませんよね。必ず一定の短期間しか続いていない。If not, on the one hand, we can deliver to you and meet the needs for the individuals. で、続くためには、かたやその人間という人という存在の基本的なニーズを満たす必要がある。
and in the other hand, within the rules of nature. で、もう一方でやっぱりその自然の法則というものとも相入れるものでなければいけないわけです。That's why this global society needs new sustainable rules if we want to survive.それができるように、すなわち我々の社会がこの先も存続するためには、その両方をきちんと満たすようなその持続可能な原則というものが必要になるわけです。 And the system conditions, and now we are on the second level regarding principles for sustainable development. そこが分かったその第2段階に行くわけなんですけれども、そこがそのじゃあの持続可能な開発発展をするための原則というところで、ここに先ほども出てきたシステム条件というものが登場します。 And it gives us the rules between the ecosystem and the society. でこれはまさにその生態系という系と、それから社会という系を結ぶためのそのルールを提供するものです。 Since individual is the smallest piece in the society, the system conditions are of course part of your individual choice also. You can use that as a, in your own life. I can tell you stories about how I will probably do it, but how I'm using the fact of crossing the system condition in my own life.でこれはですね、その全てに当てはまるので、例えばその人間の人というところの一番小さい単位である個人ということを考えるときも、このシステム条件というものを考えることができます。実際に私も自分の人生の中でバックキャスティングという考え方を使ったり、そのシステム条件を考えてということをしています。 But it's one big difference between the society and the human being.ところがその社会というものとその人というものの根本的な違いというのが一つあります。 And what's that? それは何でしょう。 Well, I've already said that the human being is real, the society is a construction. それは先ほど申し上げましたけど、人というのは実体です。でも社会というのは実体ではありません。何か作り上げたものです。 But that means also that the human being have two brain holes. で、実は人間には脳と左脳と両方2つの その脳の部分があります。And the left brain half need the system, four system condition to understand why being sustained. Left brain half. Yeah, well, they need the four system condition. で、その左脳の方はこの4つのシステム条件というのが必要です。On the second brain half, the right brain half, you have all the feelings. 右脳というのはその感情とかが支配する世界で。That's why it's so important to have people, young people, not only learning nature, but being in nature. だからこそ、特に若い世代にとってですね、その自然について学ぶだけじゃなくて、自分がその自然の一部であるというその体験をして、それを理解するということが非常に大切になります。 If you lose the contact with nature, and lose the feelings for nature, you are indeed dangerous. 要するにその自然のとのそのつながりを失ってしまう、あるいはその自然に対するその感情面での思いやりが失われてしまうと、これは非常に大きな問題になります。Regarding the relationship between the individuals and the society, I would say this is politics. で、そのじゃあ人あるいはその個人が社会とどうつながっているかというのは、これはまあ政治という世界になります。It's depending on how we want to organize our society, what we think is the most efficient way of delivering the needs to our citizens.これは結局どういうふうにその社会を組織するのが一番効率的だというふうに人々が考えるか、あるいはその人々のそのニーズを満たすやり方としてどうやるのが一番いいかというふうに合意ができるかと、そういう世界です。 And each society, each culture have their tools to meet the needs.でそのニーズに対してどういう形でそのニーズを満たしていくかというそのルールについては、各コミュニティごと、各社会ごと、あるいは文化ごとに違いがあります。
that's what we are talking about. We are talking about core values. それがここの表のところでコアバリューに中心となる価値観というふうに書いたところです。 In Sweden I would have set up the democracy, chief of health and maybe a few others as our core values.で例えばスウェーデンであったら民主主義とかの人々が健康でいられるようにすることとかそういったことがその中心的なその中核となる価値観に当たります。 I will go back to fundamental needs and Manfred Max Neff, the Chilean economist, is behind the whole idea. で、背後にあります先ほど言ったその人間の基本的なニーズという考え方はこれはチリの経済学者のマンフレッド・マクス・ニーという人がまあ提唱した考え方なんですけれどもそれをちょっと確認していきたいと思います。 Because he also delivered methods for how to develop these core values or if I use his terms to develop satisfiers that can meet the needs で、ここでですね、マックス・ニーフはサティスファイアという言葉を使ってそのニーズをどういう形で満たしていくかというその方法ですね、それについて の方法論についても説いてるんですけれども、それに当たるというかそれに近い存在が私が今申し上げたそのコアバリューの中核となる価値観というものに当たろうかと思います。 Notice here, for instance, participation is theで例えばここの真ん中のオレンジの丸これはパーティシペーションつまり参画というふうに書いてあるんですけどもそのマックス・ニーフによればその参画する参加するということは人間の基本的なニーズの一つです。 What Max Neff says about needs is despite that it is the same independent of time and space is also that this is rich toIf we can satisfy needs, we can also be rich in our society. It's a redefinition of rich. で、マックス・ニーフが言っているここにありますその人間の基本的ニーズというのは、先ほど申し上げましたけれども、その時代とか場所を問わず、真実であるというのが一つですけれども、それだけでなく彼が言っているのは、ここに書いてあるそのニーズを満たされた状態というのが豊かだという状態だということです。すなわち豊かという言葉、英語だとリッチなんですけれども、その言葉の意味を再定義するようなことも、マックス・ニーフは言っています。So if we want to have a rich society, we need to be efficient in our way of satisfying needs.すなわちその豊かな社会というものを作るのであればこういったその人間のニーズを満たすことを効率的に行うということが必要なわけです。 These nine needs can be appeared in four different forms. でこの9つのニーズというのは実は4つの形で実は実現することができます。4つの形で現れます。So for instance, we can be protected, we can have protection, we can interact in a protecting way, and we can do protection. で、それはですね、これ日本語にするのはちょっと面倒くさいんですが、何々であるというその状態、特質、性質という形でも表すことができるし、あるいは持っているという、ハブというような形でも出てくることができますし、あるいはそういったものをするという形でも現れますし、それから、このインタラクティングというのになりますけれども、そういった相互に関わりある、そういった場があるというような形でも、そのそれぞれのニーズができます。で、例えば今はその守られている、あるいは安全保障というふうに訳されているプロテクションという言葉もその守られた状態であるというのがビーイングにあたるところ、それからそういった保護をするものを持っているというようなのがここでいうハビングのところ、あるいはその保護をするという行為というのがこの右下のドゥーイングにあるところ、あるいはといったような形で、その4つの形で現れることができます。We have time to dig deeper into this, but you understand that here we have theimportant part of the paradigm shift in our way of thinking. で、時間の関係であんまりここばっかり話してるわけにはいかないんですけれども、ここ今ご説明しているところは実はその物事の考え方のそのパラダイム枠組みを変えていく非常に大切なポイントであります。
In the end, he's also working with a matrix, this form. で、今まで申し上げたことをまとめたのがこの表になります。Where in the end, in each of these boxes, you fill in the best satisfier that you have in your culture, in your community, to satisfy that needs of other that you have in that box.で、この、 その先ほどの、 その4つの側面とその9つの、その人間の基本的なニーズの表の中のそれぞれの箱のところに、サティスファイアとにスニップが呼んでいる、すなわちどういった形でそのニーズを満たすかということを書いていきますが、その具体的な内容は のそれぞれの文化とかそれぞれの国とかそれぞれ の、 そのいろんなものの考え方に合わせた形のものを入れていきます。And in the end, it kind of looks like this. This is an example from Manfred's way of working, where communities all around the world have put in their important satisfier to each of the things. で、これはそういったその一つの例ですけれども、その世界各地のそのコミュニティとか自治体とかが、その自分たちの状況に合わせて、どういった形でこのマスを埋めていくか、どういった形でそのニーズを満たしていくかということを考えていくわけです。I wanted to show you this because when you are going into the exercise that we plan for the afternoon, it's good to know when we are talking about the nine fundamental needs and to understand what kind of thinking you have behind that. こういうふうにご説明しているのは午後の演習のところでこういったその9つの基本的なニーズという考え方がこういうふうに背景があって、だからこういうことをやってるんですよというその考え方をぜひご理解していただきたいと思ったからです。 As you understand, to do a real community workshop around this fundamental needs take several days to go through.でもちろん実際にこの表を完成させていくような形での本当 の、 そのコミュニティに合わせたワークショップをやるには何日かかけての作業ということになります。だけどこれはその結局その机上の演習で頭の中でやるその学者さんがやるようなことではなく、実際にそのコミュニティで何かをやろうという時にやる作業です。要するに本当に現実に即した作業だということをご理解いただければと思います。もちろん研究者にやっていただくのは構わないんですけども、で言っておくとなんとなく私の言いたいことがお分かりいただけるんじゃないかと思いますが、So I will fulfill this matrix, my own matrix, just by showing the elements in the Ignorance Parity 5.0, without explaining it, because those are coming on in the rest of it. System U is the first part, and then the rest of them are coming on the level 3 and level 4.で私 の、 今やってるエコ自治体 5.0 というのがあるんですけれども、そこでどうなっているかというのをちょっとここに入れております。で最初 の、 その一番上 の、 そのシステムという大きな経営での見方のところが、まあ、埋まれば、下は自動的についてくるような感じになります。So backcasting is one of the key words. で例えばバックキャスティングというのが一つここでキーワードになってきます。 And I will come back to thatこれはまた後ほどもう少しご説明したいと思います。 Participatory process, and there are lots of methods of how to bring in different target groups into the society. I am, and my American colleague, we are using a method that we call open planning for sustainability, which assures that you get all parts of the society involved.で例えばこちらにそのパーティシペイトリープロセスと書いてあるんですけれども、参画型のプロセスという意味なんですけれども、そのいろいろな必要なといろいろな層からいろいろな人たちが参画できるようにする方法論についてはいろいろなものがあります。で例えば私のアメリカの仲間が使っているアプローチはオープンプロセスフォーサステイナビリティという名前の、そういったその持続可能なためのオープンなプロセスというようなそういったやり方もあります。We are talking about horizontal integration. それからその水平方向での統合、インテグレーション。And vertical integration. それから垂直方向の統合。Process leadership and the importance of having skilled process leaders in what they're doing. それからプロセスリーダーシップというのも非常に大切なコンセプトになります。
the another activity that we are talking about, three important keywords.で今度その下の、実際のその活動、持続可能な発展のためにどういう活動をするかというレベルになりますと、キーワードが3つ、大切なものがあります。Learning, planning, doing. それは何かと言いますと、学習する、計画する、実践するということです。And when we, in the end, we build up platforms that secure these processes for the future.でそういったそのプロセスを将来に向けてきちんとその固めていく保証するようなためのプラットフォームを作ると。Capacity Center Sustainable Action Plan and good examples。でそれは具体的に何かというとキャパシティセンターというもの、それから持続可能な行動、それから良好事例です。Then at the fifth level, I just gave a few examples of what kind of tools you can use.そして、まあ、実際に活動したものがちゃんとそのいい方向に進んでいるかきちんとそれを評価するためにやはりそのいろんな尺度とか必要なんですけれどもそのためのツールというものもいろいろございます。で、休憩に入る前にじゃあそのバックキャスティングについてもう少しご説明したいと思います。And as you understand, it's to take the two levels. Those are the glasses that you are using in front of you, and what you try to have in the first step. What are our glasses? How do we want to look at our society?でちょっとメガネを例にして考えたいんですけれどもどういうメガネを通して世の中を見るか、例えば自分たちの社会を変えていきたいのであればどういった社会を将来に置きたいという目線でそういった視点で見ていくかということを決める必要があります。 Yeah, you will get an example from Sweden. We have a biofuel region.And the start of this biofuel region was actually, we had been working with a system with view trainings and the system conditions and began to ask ourselves what's in it in our region and especially regarding transportation because this was a key part. で、スウェーデンの一つの例として、このバイオフューエルリージョンという、そのバイオ燃料地域というのがあるんですけれども、これについてお話をしたいと思います。でこの時にはもともとそのシステム思考というその考え方は分かっていて、あと先ほど申し上げたそのシステム条件というのもあらかじめその理解があった上で、じゃあその自分たちの地域はどういうふうにしようかというふうに考えた時に、で特に運輸部門、輸送部門、交通を含めてですね、そういったところが問題だという意識に立って出てきたアイデアです。And in this first workshop, we understood thatif we want to be fossil free and be able to handle a future society, we need to do three things. で、まあ、ワークショップをやって作業した結果、まあ、将来的に化石燃料をゼロにし、かつ、このコミュニティあるいは社会のその将来を維持するためには3つのことが必要だなという理解にいたしました。This was regarding transportation.First, we need to reduce the total amount of transportation work in the society. で、まずそもそもそのトータルのその輸送量、運輸のその交通あるいは交通の量を減らさないといけないなというのが一つ。Second, we need to be much more energy efficient in all kinds of other transportation.それからその物とか人を動かすときのそのエネルギー効率を全面的に良くしないといけないというのが2点目。Third, we need to change the fuels into renewable fuels. それから3点目としてはその時に使う燃料を再生可能な燃料に切り替えていかなければいけないなという理解です。And all these three was a result of reflecting over the four system conditions. What does this mean for the transportation sector?
で、このベースとなったのはその4つのシステム条件に照らして、ではその物とか 人の輸送、人の移動というものをどういうふうにしたらいいのかというふうに考えた結果、その3つが出てきたわけです。And what we included in the A step of the back post. これはそのバックキャスティングでいうとステップのその A というところにあたります。 And then in the B step we did the inventories with our glasses. で、その A ができますと、そういったその A という視点、 A というレンズ、 A というメガネを通して、じゃあ今はどうなっているのかを見るというこのステップ B に移ります。You can do that during the afternoon for both groups. で、午後はここの作業を皆様にもしていただこうと考えています。What we discovered in our workshop was that, wow, we have so much natural resources up in the northern Sweden. で、スウェーデンで私たちがこういった考え方をしたときに、気づいたのは、このスウェーデンの北の方には実は天然資源がこんなに豊富にあるじゃないかということに気づきました。Especially regarding forest and then forestry. 特に森林とかその林産資源が非常に豊富だということに気づきました。So the idea was born of over, can we use something with our waste from the forest and produce fuels from that? じゃあその森があって林業がある、そこから出てくる廃棄物をうまくエネルギーとして使えないだろうかという考えになったわけです。So that's one part of the inventory you're doing. You're looking at opportunities. But the most important part is, of course, to actually understand. で、要するにそういう意味で、その今のその B のところで現状をその行きたいところというレンズを通してみるというのは、どういうチャンスがあるかというのを、まあ、特定するというのも一部でありますが、それだけではありません。And the most important is, of course, to by using the four system condition, understand how we actually are violating the four system condition. What's the actual problem is in the present situation. 同時にですね、4つのシステム条件に照らして、今何が、いけないのか、何がその4つのシステム条件に反しているのかを整理するというのも、この段階での大切な作業になります。I also had a learning part in this inventory, where I also want people to ask, in what sentence, or if I put it this way, what shortage of knowledge do we have in the present situation?で、まあ、ここのその B のところ、インベントリーって書いてあって、要は、まあ、いわば棚卸しみたいなステップなんですけれども、その棚卸しをするときするにあたって、そのまあ何があるかと、どんないいことがあるか、そして何が問題かということを見るだけではなく、もう一つ、じゃあ、今知識として足りないこと、分かっていないからうまくできないことというのはどこなのかを、特定するというのも、ここに、大切な部分として加えたいと思っています。Knowing where we are, we can start up to list all activities that must be done to reach the final goal. 現状の棚卸しをすれば、じゃあその最終目的に行くためにやらなければいけないことはこれとこれとこれとこれだなということを挙げていくことができます。And to set up short-term goals for our community or for our organization that we are working on.で、それにのっとってもう少しその短期的な直近の目標を定めていくことができます。 In biofuel region we decided to work with ethanol as a good first step. Although we knew that in the end if we're talking about fuels there are lots of others that might be even better. So in fact we have a parallel processで、このバイオ燃料のこの今話をしている例の場合にはですね、まず最初の一歩としてはエタノール燃料に注目しよう、着目しようということにしました。ただそれだけに絞るんではなくて、もちろん、長期的にもっと考えていったら他にももっといい燃料もあるだろうけれども、とりあえずまずはバイオ燃料をやろうと。ですのでそのバイオで、あ、つで、あのエタノールをやろうと。エタノールをやりつつ他の燃料もちゃんとこう見ていくという同時並行的なプロセスを取ることにしました。 So in the end we have activities, actions going on from today to
the whole way, step by step, into to the final goal, A. But by having C as some kind of platform that you're giving up during the journey.でそういう意味でその現在地今いるそのこの図でいうと B という地点から目的地のところに行くまでに、どういう段階どういうルートを経ていけばいいのかっていうのをそれで作っていけてしかもその途中のその短期的な目標であるこの図でいうと C というところもあるという状況になっていくわけです。When we do the activities, we have certain check questions.でまあ、そういった活動をしていくときにですね、チェックをしなければいけない項目というのがいくつかあります。And these check questions, I once had a phone call from an American friend that he was so upset with his, he was teaching a group of people in the community. で、実はですね、まあ、この話をするときにちょっと、あるアメリカの、仲間の例を話したいんですけれども、そのアメリカのある仲間はですね、自分のところのそのふるさとというか自分が住んでいるところで状況について非常に怒りを持っている人でした。Because his students, if I call them so, he was so anxious about starting doing immediately, but they haven't gone through the training yet.でなんでかというとその、まあ、彼がその教えている対象の人たちはとにかく一度いいから早く何かしたいという感じで何かやることはすごく意欲があるんだけれどもなかなかその今日のところを勉強しようとしてくれないと言って彼は不安に思っていました。で計画もちゃんと立てないという不安を持っている人でした。とにかく今すぐ何かやりたい的なところが先に立ってしまっている人たちに対してどうしようというふうに考えていたわけです。 What I said to him was, release the doers, let them do whatever they want to do. で私は彼に対してこうアドバイスしました。もう何かやりたくてやりたくてしょうがない人たちはそれを抑えるんじゃなくてやらせてみなよと。 But give them a checklist so they can learn from what they are doing.ただやらせるんだけれどもチェックリストを与えて自分たちがやったことをそのチェックリストに照らしてちゃんと学んだことをやったことから学習できるようにしてやればいいんじゃないかと。Because learning, planning, doing is about doing all three at the same time, always. 結局学習する、計画する、実践するっていうのはそのステップとしてやるんではなく同時並行的に全部やっていかなければいけないというふうなものだからです。So the first question in our checklist is actually to look at the activity. Is it really leading in the right direction by using the four system conditions? 最初のそのチェック項目としては、その何かをやる、行動をする、実践をするときに、その行動は本当に持続可能に向かうものなんでしょうかという4つのシステム条件に照らして正しいんでしょうかというのをチェックするというのが1つです。Are we becoming less and less independent of violating each of these four system conditions by this activity? あるいは今はその4つのシステム条件に反するようなことになっているけれども、その違反度合いを減らすようなものになっているんでしょうかということを確認しましょうよというのがこの意味です。The second question is about avoiding coming into dead ends in the process.で2番目のポイントは要するに何かを進めていってそれが行き詰まってそのまま終わってしまうことにならないようにという意味のチェックポイントです。 And this is especially important if you do very important investments. 特に例えばですね、非常に大きな投資を行うような場合に非常に大切になってくるチェック項目です。 Investments that we lost for many, many decades, for instance.例えばこれをやったら何十年効いてくるようなそういったことをするときに、非常に効いてくるといった項目です。 like for instance, I know that you have discussed a big war against a tsunami here. And this kind of big investment is something that must be considered very, 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 very carefully.例えばその津波に対して非常に大きな投資をするような防潮堤を作るというようなそういった大掛かりの投資をするときに、考えなければいけない重要なポイントだと思います。 I can nothing about this discussion that you said, so I will not discuss it more. 別に私はその話をするとかその専門家ではないのでここの話題に突っ込むつもりはないんですけれどもこの2番目のポイントというのは例えばそういう例で非常に大切だというところがポイントです。But if I go to another example from Sweden,
will have a lot of possibilities to take natural gas to Sweden.例えばスウェーデンの例で申し上げますと、まあ、天然ガスの利用というのが、まあ、いろいろスウェーデンの場合はできる可能性が大きいわけです。And you can ask yourself, is natural gas sustainable? で、じゃあ天然ガスって持続可能なものなのかと考えるわけです。Well, no, if you mean looking at system condition number one, something that we're taking out from the earth.そうするとシステム条件1番に照らして考えると、要するに地球のその近くの中からものをもっともっと出してくるわけですから、天然ガスを使うということはそれはいけない違反になるわけです。On the other hand, it's better than oil. It's more environmental friendly. でも今石油を使っていることを考えると、石油を使うのに比べたら天然ガスにした方がやはり環境に優しいということで、そういう意味では OK なわけです。So by replacing oil with natural gas, it would be seems to be a good alternative. ですのでその石油から天然ガスへの切り替えということ自体は別に悪いことではないように見受けられます。But the risk is, if we do that, we will be stuck with natural gas and not sustainable energy fuels in the future. ところが。そこで考えなければいけないのは、もしそうやって天然ガスに切り替えて、この先今度はずっと天然ガスを使わなければいけないということになってしまうのであれば、それは天然ガスだって環境にそんなに良くないものなのに、それをずっと使い続けるということに、まあ、コミットしてしまったことになります。Is it still possible to invest in natural gas from a sustainable perspective?で、じゃあその持続可能性を考えるときに天然ガスに投資するべきや否やということになるわけです。Yes, of course. If you have a plan for how to produce biogas that can be used in the pipelines. で、それはイエスにすることはできるんです。例えば、その将来的にその天然ガスをバイオガスに切り替えて、その天然ガスのために作ったそのパイプラインをそのままバイオガスでも転用できるような、そういった道筋を生かして天然ガス投資をするんであったら、これはイエスに。すなわちいい投資になりうるわけです。And this is exactly what's happening in Sweden today. Biogas is coming very, very rapidly. The good thing with biogas is we have the raw material everywhere on the planet where we have people. で、まさにスウェーデンではそういったアプローチを取っておりまして、そして今はバイオガスの利用が非常に増えています。で、バイオガスのいいところは、まあ、人間がいるところには必ずバイオガスの材料が山のようにあるということです。And for those who have the natural gas pipelines, it's here. 天然ガスのパイプラインがあるところではそれは使えるということです。She just reminded me about that I had to read the second point. Is activity action creating a flexible platform?でそういったその大きな投資をするときに特に聞いてくるような大切な2点目のチェック項目というのはその活動はフレキシブルなその柔軟性を持った枠組みを提供するようなものなのかというポイントでした。Then the third question is, does activity action pay off? で3つ目のポイントとしてはその活動をするその行動を取るということによって元が取れるのかと。And the payoff might not only be in money terms, it can also be political reasons or other reasons why we think it's so important that we must do the investment. で、元が取れるというのは、まあ、金銭的な意味で元が取れるという意味もありましょうし、そうじゃなくて、例えば政治的な意味でやる価値があるということも含めた元が取れるという、広い意味での元が取れるです。We have also a fourth question, which is important, the knowledge question. Do we know enough to answer these questions at all? で、チェック項目の4番目は、そもそも十分分かっているのか、いろいろなその質問、疑問を考えたときに、その正しい答えを出せるだけの情報を持って、十分に分かった上で、この質問に答えているのかという点です。If we have a yes on all these questions, start it as soon as possible, because this is low-hanging fruit that can be something that the people start up to do. で、すぐ行動を起こしたいという人がいて、実際にその行動をこの4つのチェックリストに照らして OK ならば、それは逆に言うと、すぐやってすぐに結果が出る非常にいいものなので、さっさとやりましょう。And believe me, there are
always many low-hanging fruits. For some reason, we don't start, even if it's profitable and you can earn money on that. It takes time for our brains to accept that it can be done.でよくそういうことはそのローハンギングフルーツという英語では言うんですけれども、要するに果物の中でもその一番低いすぐ手に届くところになっている実だと、取ればすぐ取れるのに、実際に世の中ではそのちょっとやればちょっとできて効果が大きいのになぜか、実施されていないというものは意外と多くあるものなので、そういうのが見つかった時にはぜひやりましょう。 So, by using this backcasting and using the system thinking,the biofuel readers started to work out programs where actually it's not only about ethanol, it's about the biodiesel, it's about biogas, all kinds of biofuels, of course. But with ethanol, they looked at the whole chain from the producer, from the farmer, you could say, through the producer of cars, through the whole chain, to the market in the end, and saw how.They could step by step change all parts of the chain, all links in the chain, and turn it to some kind of more sustainability. で、さっきのようなその、すぐできるものをやって、例えばすぐ利益が出るようなケースもあります。という感じでした。で、じゃあその、バックキャスティングのそのアプローチを使い、そしてそのシステム条件を、使って、そのじゃあバイオビュエル、バイオリージョンでは何をしたかというと、そのバイオ燃料を使ういろいろなそのプログラム事業というのを始めました。で、例えばそれはエタノールをもちろん当初使うということだったので、エタノールのものもありましたし、その他にいろいろないわゆるバイオ燃料、バイオディーゼルとかそういうものを作るということが、含まれていました。で、エタノールに関しては、バイオエタノールに関してはこの図はそのバイオエタノールをその使うというそのチェーン、一連の連鎖を表したものなんですけれども、その農家でそのバイオ燃料の元ができるところから始まって、あるいはその自動車メーカーというところ、いろいろつながっているわけなんですけれども、こういったチェーンを考えて、そうしますと それぞれの輪のところ、光のところでそれぞれ、変えていける点があるということが分かってきます。すなわちそのバイオエタノール そのプロセス、大きな流れ全体の中で、たくさん変えていくことができる。それによって全体を非常に大きく変えていくことができるということが見えてきます。So they chose ethanol for many reasons, but one reason was that it was easy to transform from petrol cars. で、エタノールをその最初に選んだ理由というのはいくつかあるんですけれども、その大きな理由の一つとしては、その既存のガソリン車からの切り替えが割と簡単にできるということです。The second was, of course, that we saw an enormous potential in the forest waste. それからその、森林とかその林業 その廃棄物がそもそも大量にあって、それを使うという可能性として非常に有効だったというのもあります。So if it was possible to produce ethanol from forest waste, sawmill dust or whatever you're using,we could be self-sufficient of our own fuel. で、要するにその森林 その林業とかの廃棄物とかおがくずとかそういうのを使ってエタノールを十分に使えればうまくいけば、もうこれで燃料自給自足できるじゃないかと。But where to start? で、じゃあどこから始めましょうかと。Well, what we did, or they did, I haven't been so much part of this.Was to well, first of all, we need vehicles. Cars. で、じゃあどこから手をつけようかということになった時に、やっぱり車というその存在に目をつけた。So a consortium asked lots of different potential customers, do you want to have a flexi-fuel car?で、実際にじゃあいろいろな人に話を聞いて、例えば燃料を切り替えられる、自由に切り替えられる車があったら欲しいですかっていうふうに聞いてみました。 and participate in our project, and they got a yes from enough of companies and municipalities. で、実際にそのいろいろな自治体とかいろいろな会社とかでそういった活動に関心を持ってくれるところに、そういったその違う燃料を使うような自動車に関心ありますかっていうふうに呼びかけて、必要なだけそういった関心があるところがいるなということが確認できました。So by the first flexi-fuel ethanol car